皆さんこんにちは。まずは愛知教育大学音楽専修の紹介をご覧いただきありがとうございます。さて、音楽専修の学生たちは小学校中学校の先生になりたいという目標を持って入ってきます。そして同じ目標に向かって共に頑張っています。入学までに培った音楽の力はもちろん大切ですが、もっと重要なのは入学後に仲間と共に学んでいくことのできる力です。そして自ら学び取る力も必要です。音楽の幅をさらに広げながら様々なことにチャレンジしているパワフルな先輩たちがたくさんいます。皆さんも先生になりたいという希望を持って来てください。ここで学ぶことは教員になるために必要な力です。大きく3つに分けられます。1つ目はやはり音楽ですので、歌やピアノ、管楽器の実技や音楽史、音楽理論など音楽そのもののことについてです。2つ目はそのようにして学んだ音楽をどのようにして児童生徒に伝えるのかという音楽教育についてです。そして3つ目、これは子どものことや小学校、中学校それぞれの現場のことについてです。音楽教育という言葉が難しく響くかもしれませんが、どのようにしたら子どもたちが分かってくれるだろうかと考えることはとても楽しいことです。ぜひ楽しみにしていてください。ここを卒業した先輩たちはほとんどが学校の先生になっています。小学校の教師、中学校の音楽教師、そして高校の音楽教師になった方もいます。入学するときには中学校の教師希望だったけれど、最終的には小学校の先生になったという方もいますし、もちろんその逆もあります。先生以外としては学校の先生という立場以外から子どもたちを支えたいという目標を見つけ、公務員や学校の事務職員となった方もいます。そして数は少ないですが、音楽教室や一般企業に勤めている方もいます。